中町停留場停留場は、富山県富山市総久留和にある、富山地方鉄道富山軌道線本線の駅である。駅番号は、C09。富山県道6号富山立山公園線上の、平用軌道に設置されている。富山駅方面の未ホームが設置されており、ホーム長13.5メートル、長さ12メートルの上屋付けで、 6.5メートルのスロープを設けたバリアフリー駅舎である。南と山駅前方面はすべて通過となっている。富山都新線と本線が合流する西町停留場では、環状線電車の乗降はできないため、環状線電車から南と山駅前駅方面に乗り換える場合は、当駅で乗り継ぎ券を受け取った後、西町停留場に徒歩連絡する形となる。 当駅が開業するまでは、グランドプラザ前停留場が乗り継ぎ停留所に指定されていた。駅名の由来は、かつて戦前に中町停留場が存在していたこと、西町停留場と一体的に運用することから名付けられた。環状線の乗務員交代は、この停留所で行われる。戦前の当停留場付近、富山県駅乗降客数。 2021年4月19日閲覧。AB、新伝兵は、中町旧西部前で5月開業。2020年10月30日閲覧。5月17日、ハット AB、新伝兵は、中町富山地鉄旧西部前で5月開業。北日本新聞、P40、町中、より便利に、富山市内電車環状線、中町電停が完成。 2020年10月30日閲覧。5月17日、街中、より便利に、富山、自然環状線、中町電停が完成。北日本新聞、P34。ありがとうございます。